皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。本日発売のこちらエルドラゴーンの秘宝妖怪エンブレム買ってきました。1000円ぐらいですね。こちらのエンブレムに化石メダルをセットすることでエルドラゴーンを召喚できます。では早速開封してみます。じゃじゃん、こちらがエンブレムです。かっこいい。でこれすごいのがマスクが動きます。これ今までにない機能ですね。そしてこちらがエルドラゴーンの化石メダルです。ドラゴンの妖怪ですね。エルドラゴーンはフレームは白色で表面は銀色に光ってます。ではいよいよエルドラゴーン召喚してみたいと思います。この化石メダルを秘宝妖怪エンブレムにセット、そしてマスクを下ろすと完成です。これで召喚。エンブレムの形がエルドラゴーンの頭の形に似てますよね。赤色のポイントもあるし、黄金に輝くエルドラゴーン、実はですね体は宝石で形成されてます。やばい。エンブレムの数はこれで合計5つです。秘宝妖怪が他にもいっぱいいるんでエンブレムまだまだ増えそうです。ちなみに化石メダルをセットした状態でデラックス妖怪ポットと連動するとお宝の容器が無限にゲットできます。お宝。で、さらにですね、エルドラゴーンの秘宝妖怪メダルをセットして、デラックス妖怪ポットと連動すると、エルドラドの容器が無限にゲットできます。エルドラド。エルドラド。ではですね、エルドラゴーンの召喚ソング聞いてみたいと思います。勇ましい。どんな召喚ソングかな？この後かな。エルドラゴーエルドラゴー行ってみたいわ金の国。そしてですね、皆さんお待ちかね、こちらの QR コードをスキャンしてみたいと思います。まずこちらエルドラゴーンの秘宝妖怪メダルの裏の QR コードを妖怪ウォッチ3の銀行でお姉さんに話しかけて QR コードスキャン。するとですね、こちらエルドラストーン無限のかけら1ゲットできます。さらに5く赤コインもいただけます。続いてこちらエルドラゴーンの秘宝妖怪エンブレムの裏面がこんな感じになってるんですけど、 QR コードこちらですね、スキャンしてみます。するとこちらの品と交換、エルドラストーン無限のかけら2ゲットできます。青色っていうか水色ですね。そしてエンブレムコインもいただけます。で、和尚さんに話しかけて合成、ストーン無限のかけら、これで合成、むむむかはい、できました。ストーン無限ですね。エルドラストーン無限ゲットです。これで無限にエルドラゴーンとバトルできます。今回エルドラゴーン召喚できたので大秘宝妖怪ヨーテルセン解放まで残り5体です。ということで以上、今回はエルドラゴーンの秘宝妖怪エンブレムの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。バイバイ。